おはようございます。国友ナインです。こうして皆さんと会いできたことに感謝いたします。今日はね、これから視聴者様用七味を郵便局に持って行き、その後親方のところでさらに追加分の七味を買って帰る予定でしたが、せっかく新潟まで来たんで海釣りでもやろうかということになりまして、この後柏崎港にて釣りを決行することにしました。柏崎はね、42キロのリアス式海岸に加え、海底は複雑な岩礁帯で構成されててね、マダイの産卵場になってるみたいですよ。そんなこと聞いちゃあね、もう釣りやるしかないでしょうっていうことでね。そんなこともあって、この辺では鯛めしや鯛茶漬けが有名っていうことでね、エビで鯛でも釣って鯛茶漬けでも自作して食べちゃいますかねという無謀な計画を昨夜思いつきました。まあ、そんなこともあろうかと思ってね、ジェットバッグにこっそり釣り道具を忍ばせてきてましたので、この無謀すぎる計画、果たして吉と出るか凶と出るか、それではとくとご覧あれ。石とかに引っかかんなければ。もうそろそろ帰ろうと思います。すごいな、あんなの引っ張ってっちゃうんだから。これ来た、フグじゃねえかあ、でもまあいいや、見れたから。こんだけ当たりもなくてやっと釣れた。しかも釣れだよ。メバル？なんだろう、わかんねえ。唐揚げにしたらうまそうだな。ブレース、見て。じゃあ、はい、というわけでね、鯛は釣れませんでしたが、まあちっちゃいけど魚の姿が見られてよかったです。はい、それではね、お魚さんありがとう。ありがとうございます。もう終わったんですか。あ、そう、終わりました。足りたんですか。間に合ったんですか。間に合いました。5個ね、はい、じゃあ香りがいいところね、まず混ぜていきましょう。各地の名産物でございますね。生のはね、漬けにしてやるんだよ。全然合うわ、柚子が。多分鯛茶漬けにヤゲンボリの柚子一味かけて食ったの俺初めてだろ。
じゃ全然足んねえわ。1280円プラス税、腹5分目ということで、米山インターの鯛茶漬けでした。さっきなんかやっぱ動画見たって言った女の子みたいなのが3人ぐらい、まあ、1人が見てて、で、まあ、会えて嬉しいっていう。でもなんか動画撮ってる人とも会いたいんだよねなんか昨日来て、多分後で来ると思うんだけど、向こう行っちゃったけど。あ、本当ですか。はい、さあ、それではね、はい、またちょっとね、はい、なくなりそうなんで、あれがやっぱ中辛と中辛と、はい、大辛、はい、5個ずつ、はい、じゃあ香りがいいところね、まず混ぜていきましょう。各地の名産物でございますね。はい、すいません。まずは辛さのベース中辛7種類から。さあ、まずはこちら四国讃岐の名産物からいきます。八つ房。これ一つの幹から不思議にも数多く八つの房が出るという八つ房のこちら木一本、辛口のナンバーワン。鷹の爪のこちら純物に紀州、有田からは新物のみかん、この尊い薬剤のみかん、こちら先祖代々漢方として使われました。また今現代においてはクミチン基アスピリンという尊い薬剤の原料から、東京は芝慈恵会医大病院におきまして、こちら学名は陳皮、また松葉のように細かく散る松葉型、こちら細かくちぎり散らしたところが松葉のように見えたところから、こちら松葉のりと名付けられました。江戸は東京です。大森名産物、味付けのり、その風味から松葉へ、これ青のりから、また金ごま、銀ごま、黒ごま、白ごまと数ある4つの中から、埼玉県からは武州川越の名産物白ごまのすりごま、また味といえば香り、香りといえば風味、やはり七味に欠かせないのがこちら山椒の味と香り、誰が植えたか岩山椒、色は黒いが味見はシャンセ、山椒3年目の薬と歌に歌われましたものからは東海道朝倉山の本山椒の粉山椒が入ります。また見た目は硬そうではありますが、噛んで香ばしいのがこちら日光名産からは朝の実、こちら息切れ、動悸、心臓の薬、また人間の嫌な口臭、体液を消し止めるという野臭、栃木県日光名産朝の実が入りまして、最後こちら生の唐辛子、これをごまの油で焼いたものです。こちら生の唐辛子をごまの油で焼くことにより、味、香り、また辛さにまろやかさが出ます。信州長野善光寺の名産物、焼いた焼き唐辛子から七色のこれお緑七味となっております。7種類から。さあ、これも各地の名産物から名産品混ぜて出来上がりました品物、こちら一般ご家庭大衆向け用の辛さが中辛になります。こちらも江戸時代徳川三代将軍江戸家光公のご時世に誕生し、また明治から大正昭和この平成現代に至るまで風味一番需要薬用となっております。七色七味唐辛子、お客様に合わせて完全調合いたします。風味香りで味わいましょう。製造直売でございます。さあ、これもただいま混ぜられましたのが中辛、一般ご家庭大衆向け用辛さ中辛に香りを加えます。海苔の香りから特製、これにごま、山椒の香りを加えます。さあ、ごひいきご愛嬌、まずはシングル一杯のまけ。さあ、こちらもダブルのサービス、最後これ私の気持ちも入れておきますが、これが中辛ね、まあ、1年おいしくいただいてください。まあ、朝晩のみそ汁からおしんこ、鍋物、煮物からおうどん、おそば、あらゆるこちら季節のお料理物用としておいしく召し上がれます。風味香りで味わってください。製造直売でございます。これもごま、山椒の香りを加えます。さあ、これもまずはシングル、さあこちらもダブル、さあこれもねダブルダブルサービスね、これも中辛になります。まあ、作り置きで詰め合わせているものは一切ございません。お客様に合わせてその場で完全調合いたします。需要薬用、製造直売7色でございます。お客様に合わせて完全調合いたします。ご近所への買い物への遠いご親戚のお土産なんかに使われても喜ばれます。作っていただきありがとうございました。これね、これが陳皮、本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。往復距離ね、なんと440キロと大変でしたが、本当に楽しませてもらい来てよかった。皆様もね、大切な思い出の1ページにこんな旅を計画してみたらいかがでしょうか。5個を多分中辛がさ後から、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。ですよね。で14、大辛が6、大辛が5ってなかったですか。多分大柄が5だと思う。大柄が6ですね、はい、大柄が6、大柄が6、中柄が5、はい、で3だから、そうですね、はい、じゃあこれで大丈夫ですか。大丈夫です。準備14、セルフのサービス、セルフサービス。じゃあ1個なんか作りますよ。